若狭鉄道株式会社は、鳥取県で、旧国鉄特定地方交通線の若狭線を、引き継いで運営している、鳥取県などが出資する、第三セクター方式の鉄道会社である。本社は、鳥取県安郡若狭町に所在。若狭鉄道は、2009年1月20日に、臨時株主総会を開催し、上下分離方式を採用することを決めた。 同年4月1日をもって、若狭鉄道が所有する線路、駅施設等を若狭町及び八津町に譲渡し、両町が第三種鉄道事業者として施設を保有管理、若狭鉄道が第二種鉄道事業者として車両や乗務員を保有して運行を行うこととした。これは転換時に積み立てられた赤字補填基金が2008年度末に枯渇することが、 明らかになったため、若狭町、八津町及び若狭鉄道は法定協議会を開催して、今後の若狭線の運営改善方策の策定を行った。その結果、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づき、国土交通省に鉄道事業再構築実施計画の認定について申請し、2009年3月13日付で、 認定されたものである。この鉄道事業再構築実施計画認定は、福井鉄道、福武線に次いで2件目で、こういう民営化方式としては、初めての認定である。なお、上下分離方式の採用に伴い、従来、社長は、若狭町長、副社長は矢頭町長が兼務していたが、2009年6月22日に、 取締役会を開催し、6月23日付で、小林正二社長が会長に、平木誠副社長が副会長になり、唯一代表権を持つ社長には、旧国鉄出身の原拓也専務が昇格することを決めた2014年に社長が一般から公募され、同年9月に、百合高原鉄道の IT アドバイザーをしていた、山田和明が社長に就任した。 や頭城から年間5900万円の財政支援を受けてきたが、2015年度の赤字額は1500万円。これによって上下分離方式をさらに一歩踏み込んで進め、2016年度は、八頭町が車両と燃料代の負担を行うことが決定。年9900万円の財政支援金額となった。ただ、数年内に老朽化した車両の大規模な、 修繕費などが加わり、八ズ町の支援が年1億2000万円になる見込みのため、今後の路線存続、1日10往復の運行維持が危ぶまれているとも報じられた。しかし、2020年3月14日のダイヤ改正で、八等駅に交換設備が新設されるのに伴い、逆に増発されて15往復となることになった。各年度の経営状況、利用状況は、 以下の通り、1万円以下は切り捨て、は赤字を示す。八島駅、徳丸駅間の第28東川橋梁、運行形態などは、以下の項目を参照のこと。形式称号の、WT は、若狭鉄道の列車が走る沿線の町にちなみ、W イコール赤桜、T イコール鳥取を意味している。 2017年3月31日現在、2形式4両の機動車が在籍する。いずれも、車両としては計上されていない。大人普通旅客運賃。2019年10月1日改定。工芸駅、矢頭高校前駅間の運賃は100円となっているが、2007年3月31日まで、この区間の運賃は60円と。 日本一安い設定となっていた。1996年の矢頭高校前駅、開業当初の運賃は160円であったが、多くの高校生に利用してもらいたいとの意向から、1997年4月1日から、1km までと 2km までの運賃区分を新設し、工芸駅、矢頭高校前駅間の運賃を60円に値下げした。しかし、 ここ数年は利用者減少が続いているため、年間250万円の増収が見込まれる、運賃値上げを決定し、中国運輸局に2007年4月1日から100円に、運賃を値上げすることを申請した。値上げ実施後は、北大阪急行電鉄の大人初乗り運賃80円が、日本一安い運賃となった。しかし、 北大阪急行電鉄が2017年4月からの運賃値上げを申請したことから北大阪急行電鉄の値上げ実施後は1位体ではあるものの再び日本一安い運賃となる実際に運行されている WT3000 系機動車及び展示走行できる状態で保存されている C12 系蒸気機関車 DD16 系ディーゼル機関車を使用した 体験運転が、若狭駅構内にて行われている。指導運転支店井のもと、機動車は、若狭駅構内3番線を、C12 及び DD16 は、展示走行用専用線を、それぞれに往復できる。機動車は、小学5年生以上、C12 及び DD16 は15歳以上であれば、誰でも運転体験に参加できる。応募はインターネット、または、 往復はがきにより行い、参加費は当日に支払う。ありがとうございます。